神奈川県出身。陸軍士官学校を中退し、秦野高校を経て、1950年、早稲田大学政治経済学部卒業。文部省入省。同省の体育局長や管理局長を経て、退官、1983年の第13回参議院議員、通常選挙比例代表で自由民主党から立候補し初当選し、 当時の自民党総裁、内閣総理大臣、中曽根康弘が創設した、政策科学研究所に属した。以後3期務める。1986年、第3次、中曽根内閣沖縄開発政務次官。1995年の、第17回参議院議員通常選挙落選。2001年、小山隆尾が、KSD 事件で、 受託収賄容疑で逮捕され、参議院議員を辞職したため、繰り上げ当選。2004年6月26日、急性心不全のため、東京都調布市の病院で死去。去年78、逮捕された御用建設士会社顧問は、柳川の施設秘書を務めていた。柳川は、旧文部省管理局長であり、国会議員としては、工事を受注する。 業者団体である文教施設協会会長として大きな影響力を持っていた。また、逮捕された元文教施設企画部長は柳川のかつての部下であり、御用建設士会社顧問は柳川の施設秘書という立場で元文教施設企画部長と親しかった。ありがとうございます。